チャオ、あっちゃんです。今日はね、ちょっとね、新しい機材を買いました。何を買ったのかっていうと、これは、動画で使う機材やねんけども、この前ね、あっちゃんの、9周年記念の、ライブをさせてもらった時に、皆さんからたくさんスパチャをいただきました。その時スパチャで、シェルちゃん、ヨウちゃん、エニコちゃん、虹のかなたちゃん、ニャルドちゃん、野良猫ポンタちゃん、トピちゃんからね、たくさんのスパチャをいただきました。そのスパチャでね、何かこう記念に残るもの、動画に使うものを買わせてもらおうと思って、ちょうどね、欲しかったものを買わせていただきました。それは何かっていうと、こっちから、じゃじゃーん、このね、なんか三脚というか、なんかカメラの固定するやつやねんけども、これをね、買わせてもらってんけども、カッターナイフが、これちょっと、カッターナイフがアプリ上が見えちゃうので、ね、アプリ上を剥がしときましょう。家庭に言うとね、説明となる。これロングタイプの方だけど、ロングタイプの場合は握り棒を緩めてポールを引っ張り出します。これね、で、これを緩めて取り外します。これをね、緩めて取り外します。力いっぱいねじ込んでください。力いっぱいねじ込んでも入らへん。ちょっと待って。もうちょっとやな。
もうちょっと入りたいな。もうちょっと入りたいけど。仕事です。入った。入りました。で、手痛い。で、これは取り外します。で、これを緩めて、あ、これこうで、で、これをここに差し込んで、で、で、こう埋めて、こうやな、こうやな。で、これを差し込む。これ、グリグリと押し込んで手が痛い。これを2つ取り出して、これを つけて、これをねじ込んでいきます。これで角度を調整できると。まあこんな感じね。で、で、これを感じやね。で、で、これを硬い。こんな感じに伸ばして。全体的にこんな感じ。で。スマホを、どっちでもこっちでもこっちでもいいんだけど、
ちょっとこっちの方が分かりやすいかな。あ、今来た。まあ、ギュッと、ギュッと締めて、で、今角度的に、これぐらいがいいかな。まあ、結構しっかりして倒れへんね。でね、このランプはね、今使ってるランプとほぼほぼ一緒で、これをね、ちょっと、よいしょ。ちょっとね、よいしょ。USB で動かないわ。これ一番明るい黄色い青い、これ一番自然かな。そうすることによってね、プラモデルとかね作るのに、とにかく角度を変えられる、力で角度を変えられる。もうちょっとこれ、こっち向けた方がいいかな。倒れてる。で、あれ？電池切れたかな？使うとか間違えてね、電源落としちゃったみたいな。ちょっと待って、ね、Android のね、電源が落ちました。立ち上がる。どうしてもね、スマホはこれで見えないけど、ね、俺立ち上がらへんの。すっきり時間かかるな。まあ、これでいいや。まあ、これをこうやってつけると、この辺を打つとね、この辺かな、この辺作ってるのが映ってるからね。あ、ビデオにすると結構アップになるな。よいしょ。アンドロイドが立ち上がったんで、ちょっとアンドロイドをつけましょう。ちょっとアンドロイド派なんで、ね、インカメよりね、外カメ方でかもか。ことは、なんかね、ちょっとね、すっげー使いにくい。カバーが邪魔するのか。こんな感じでね。よっこいしょ。
しょっと、どんな画面になるのかな。ちょっと固定して、高さ的にもし足らんかったら、これが一番長いか、ここが一番長いな。よいしょ。で、これを一番高くして、で、ここまで持っていっての。的にはしんどいか。やっぱりいいところここか。こうやってもいいか。こんな感じでね。どこまで、ここまで、ここまで、こんだけの線でバビッといたよね。だから、この間に作業してるのね、うん。で、普段これ使わないときは、普段使わないときはね、これを、もうライトとして使ってもいいね。邪魔にならないし、ちょっと映ってね、映って邪魔になるときは、これをね、こうやっといてもいいし。で、こういうふうに角度をね、こうやって落としてこうやってたら邪魔にならないね。ライトとしても使えるしね。これは使い勝手いいと思う。ありがとうございました。9周年のね、ライブで、スパチャいただきました。皆様のね、ご好意で、買わせていただきました。ありがとうございます。これで、ね、ライトも今2台使ってんねんけども、これでもう環境も明るくなるんでね、作業もしやすくなる。でご飯動画にもライトとして使ったらね、多分綺麗に映るんちゃうかなとはちょっと思うんでね、本当にこれは、いい環境で配信できるんちゃうかなと思うよ。だからまたね、この状態で、いろんなね、下カメにして、撮るとかいうのを考えながらやっていきたいと思います。ということで、今日ね9周年記念のライブでスパチャいただきました。皆様の、ご協力で買わせていただきました。三脚って言っていいのかな、なんかカメラを立てる台とランプ、ありがとうございました。もう一回ねお名前をさせていただきます。シェルちゃん、ヨウちゃん、エニコちゃん、虹のかなたちゃん、ヤルドちゃん、野良猫ポンタちゃん、トピちゃん、皆様ありがとうございました。大事に使わせていただきます。またこれでね、もちろんね、みんないろんな視聴者さんが見てこられる、あっチャンネルがね、環境よくなれるものを使わせていただきました。ありがとうございました。ということでね、これからもね、使いながら、より良い配信をし続けたいと思います。では、またね、バイバイ。今日のあっちゃんの、視聴者さんから9周年ライブでいただいたスパチャで買ったカメラを立てる台、良かったよと思ったら、高評価、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。やったねー。バイバイ。